そこのお方、助けてください。任せておけ。少量をも量が信じ、調査に値しよう。だが、我が波動を阻む者は撃つのみ。よくも暴れてくれたな。ここで私の知覚に屈するがいい。貴様の豪遊に免じて今は引いておこう。だが次はない。趙雲、趙飛の奮闘により劉備は甲賀に逃げ延びた。劉備を破った曹操は悠然とその軍勢を後頭に向ける。諸葛亮はこの動きを見るや後頭に赴き、孫権に共闘を申し出た。孫権には弱小勢力の劉備と結ぶ利はない。だが天下で曹操に対抗しようとしているのは劉備のみ。迷う孫権に諸葛亮は説く。我が殿劉備はたとえ孫権殿が降伏しようとも戦う。己が理想を成すために決して諦めない。この言が英雄孫権の心を捉えた。彼は曹操からの降伏勧告を跳ねつける。一方、劉備は孫権と共闘態勢を取るべく趙雲らを出陣させた。決戦の地石壁を埋め尽くすは波動の大船団。対するは劉備と孫権の急増連合軍。火花を散らす両軍の将は誰一人として気づかなかった。この対戦が実は我領の手中にあったことを。この戦い、東南の風が吹くか否かにかかっている。軍師殿の風を呼ぶ祈祷が妨げられぬよう心せねば。しかし曹操の野郎、えらい大軍で攻めてきたもんだ。兄者はあんなのと正面切ってやり合おうってんだよな。張飛殿が臆されたと。ワクワクしてんだよ。体の真ん中から力が湧いてくる。奇遇ですね。私もそう感じていたところです。それに軍師殿の計があれば必ず勝てる。諸葛、穏やかで。
長。祈祷になん、なんて。趙雲殿、諸葛亮殿のご様子はいかがですか？ご祈祷に入られました。あとは、軍師殿のお力を信じるのみです。趙雲様！諸葛亮様よりご命令です。秘密裏に進軍を開始せよとの。秘密裏に？曹操の退路へ先回りせよとのことです。そして、孫権軍より先に打つ。了解した。祈祷所の守備は張飛殿によ。はっ。龍騎殿、私に力を貸していただけ。もちろんです、張雲殿。ありがとうございます。張雲殿、こちらへ。諸葛亮殿が用意した船があります。案内を頼みます。曹操軍の退路を断たなくては。お任せください。慶州水軍の操戦術ご覧に入れましょう。通ります。激しい攻撃が予想されますゆえご注意を。敵船に火がつきました。火警が成功したようです。これも全て軍師の待つしか来ておるか。次は曹操が撤退を始めるはず。怪しい船だな。どこに行くつもりだ。
備の章だな。いつの間に入り込んだ。あの船にいるのは捜査勇気だろ。速力で追ってください。遅かっただな。ソウザ様はもうここにはいないだよ。なかなかやるか。今だ。敵将討ち取ったり。おめえ杖だな。でも時間は十分稼いだぞ。曹操はすでに逃亡を開始したようです。諸葛亮殿、申し訳ありません。どうか私に追撃の命を。ええ、お願いいたします。趙雲殿、そして関羽殿、あなたも共に行ってください。何としても曹操を討つのです。諸葛亮殿、拙者は劉備殿のためお願いいたします。私が至らぬばかりに申し訳ありません。劉備殿のためお願いいたします。張飛殿は先に嘉陽へ向かわれたとのこと。我らも急ぎ軍を進む。この大船団を破ったんだ。ご子息のか、そういえばもう、そういえ、こんなところに。カム殿、俺でそれ。